名跡。なお初代と二代目は詳細不明のため、当代は七代目という説もある。また同じ読みの名跡に、三遊亭神馬がある。門、裏梅四代目古今亭神馬は、落語家。本名、神奈川李三郎。俗に、横浜の心座馬三代目小福亭昇格の、聖火から一見をいた家に生まれる。その影響で、 商業学生時代の15歳の時に5代目、小福亭松隆に入門し退学して2つ目で、小福亭三隆を名乗る。1912年に市が2代目、林家染丸を襲名したことに伴い、染之助となる。祖父が横浜出身であった関係で横浜を拠点とする。横浜の寄席新富亭の講座に上がっている時に、初代、 立花柿津之助に見出され三代目古今帝、新章の門下となり、古今帝近世を名乗る。折しも1917年は、牧会の若手の新内昇進ラッシュであった当時それに、あやかって自身も新内昇進、四代目古今帝神馬を襲名する。牧会の月給制度に反対し、トラブルになるなどし、牧会を離脱し、髪方の出身話し家を集めて、 マコトボ会を設立するも失敗。昭和に、入り人気も落ちた。この人物は、立花カキツ初代、立花の窓家夫婦が保存していた、三遊亭窓母さんの遺品を志しん、馬が引き継ぎ1947年に、立花寄よせもじえもと立花に受け継がれ、現在に至る功績は大きい。八代目古今亭神馬本名、稲田正文。 五十九歳没。出早市は、岸の柳。福岡県小倉市出身。1五十二年五月、五代目古今帝新章に入門。前座名、心座新吉。1 9 5五年三月に、立花や松造と共に煮詰め昇進し、金原邸馬太郎に改名。1 9 6六年三月、新内昇進。八代目古今帝新馬を襲名。 1994年9月10日、肝臓癌のため入院先の東京時計会医科大学附属病院で死去。九州の鉛があり若い頃は苦労したが、師匠譲りのネタを得意とし、お昼のワイドショーのキャスター、二代名治ワルバーさんとしても有名。晩年は講座に専念した。二つ目の馬太郎自分、諸角や千代若、千代菊の家に居候していた。そこで知り合った。 桂金吾の娘が、後の心ん、馬の妻である。テレビドラマ新、新吾鳥物町、第170話、向島から来た女から、昭円菊、テレビバラエティ9代目古今定神馬は、東京都板橋区出身の落語家。本名、吉野恵一落語協会所属出林は、芸者ワルツ。 日本大学中退をして1981年4月に八代目古今帝神馬に入門、前座名は古今帝神吉1985年9月に二つ目昇進、心座次と改名。1994年8月に、師匠八代目古今帝神を馬死去したため三代目古今帝、新長門下に移る。1996年に、 NHK 新人演芸大賞落語部門大賞受賞。1997年9月に7代目、竜亭演郎と共に、新内昇進し、9代目古今亭新馬を襲名。2013年10月7日、遺願のため死去。ありがとうございます。